はい、こんにちは。今回ねご紹介するのはこちら、ドドクールさんから発売されています。パッケージでお分かりいただけるかと思いますが、完全ワイヤレスの Bluetooth イヤホンです。 Amazon の販売ページ見てみましょう。ドドクールインナーイヤーヘッドホン、新無線ステレオスポーツ IPX5 の防水性能を持った Bluetooth イヤホンです。6時間ね接続ができるということで、これね両方で6時間だと結構スペックとしてはいいんじゃないかなと思います。価格は4399円です。スペックはこのようになっています。オーディオデコードは SBC-AC ということで APTX には対応していませんね。充電時間は 1,2 時間で、勤務時間最長6時間です。面白い、勤務時間最長6時間です。1日6時間勤務ですね。自動シャットダウンが5分、周波数特性は20から 20kHz の周波数特性でハイレゾを対応しているわけではありません。片耳 15g のちょっとね重いイヤホンです。ではチェックしていきましょう。開封しました。中身このようになっています。まずですね、充電用の USB ケーブルですが、非常に特徴的です。なんとこのように1つの端子から2つのマイクロ USB が出ています。こういった左右独立式の Bluetooth イヤホンはですね、ケースに入れて充電をするというタイプが多いんですが、今回はケースではなくこのように分岐してそれぞれ独立して充電するというスタイルのようですね。あとはイヤーチップとインビテーションのカードと、こちら説明書が付属しています。説明書は日本語対応ですので、ちょっと分かりにくいこのような独立式の Bluetooth イヤホンでも安心して接続することができるかなと思います。次に本体です。このような簡易ハードケースが付属しています。個人的にはこれぐらいので十分ですね。中には1個仕切りがありまして、本体がボンと入っています。確かですね、袋がもう一段階入ってたかと思いますが、1回使用して聞いてますので、このように直に入れています。本体このようなシンプルなデザインです。イヤーバンド、イヤーサポートはですね、このように中にワイヤーが入っていて自由に変形することができますので、装着した感じですね、かなりフィットさせることができるかと思います。このようにきつくもできますし緩くもできますので、耳の大きさに合わせてねこう変形ができるというのは非常に便利です。本体デザインこのような感じです。左右それぞれにですね、この USB の充電端子がありますので個別に充電します。ですので片耳だけ充電を忘れるとね、片耳だけ切れてしまうといったことが発生するかと思います。そして操作部分も基本的には左右同じです。有線タイプのものですとコントロール部分はどちらか片方についていたりするということが多いんですけれども、このような独立式は両方で操作できるようになっています。このようなデザインです。充電はこのように二股式の先ほどご紹介したケーブルで同時充電が可能です。では次にペアリングをしてみましょう。まずはですね、この片方のデバイスを機器にペアリングさせます。真ん中のボタン、再生ボタンが電源を兼ねますので、真ん中のボタンを長押しします。そうしますと電源が入りまして、さらに長押しをしますとこのようにペアリングモードに入ります。ペアリングモードに入りますとこのようにデバイスにですね、ドドクール DH44 と出てきますので、これでペアリングが完了です。赤青の点滅から青の点滅に変わりました。そして次に反対側のデバイス、長押しして電源を入れます。これで両方の、これで左右の機器のペアリングとデバイスのペアリングが完了いたしました。では音質チェックしてみたいと思います。ということで音質装着感チェックしてみました。まず装着感についてですけれども、ちょっとね大きいので耳重いなっていう感じはあるかもしれませんが、総じて良いです。このアーム部分が結構ですねフレキシブルに動きますので、ぴったりとフィットすることができますし、この耳のイヤー部分がね結構こう飛び出てるというかですね、耳にしっかりと奥まで刺さる形になっていますので、落ちるといった心配が逆にねない安定した装着感で音楽を楽しめることができました。ですのでちょっと激しい運動はまだねしてないんですけれども、問題なく装着できるかと思います。逆に小ぶりな方は重いかもしれないなっていうのが一つ思いました。あとですね、接続性に関しまして、ペアリング先ほどしましたが問題なく、そして途切れはね 1,2 回あった感じですね。途切れというかですね、左耳左右のここでの通信間の途切れだと思います。
片方は音楽鳴った状態なのに片方が一瞬途切れたりということがありましたが、そのあたりはファーとか曲聴いていくうちに起きなくなりましたので、最初の不安定さはちょっとあるのかもしれません。あとですね、音質に関しましてはこれね、想像以上に良かったです。今までトライしたこういった左右分離式の中では、ね、一番いい音質出ています。特に基本的にはドンシャリなんですけれども、特に低音がモコモコではなくてしっかりと締まった音で迫力ある音を聞かせてくれています。中音は若干弱いので、特に女性ボーカルなんか引っ込みがちな感じはあるんですけれども、バランスよく芯のある音というかですね、聞かせてくれるなと思います。これね、結構音はね、いいんじゃないかなと思います。音の広がりもハウジング部分が大きいからかもしれませんが、音場というかですね、広がりもそこそこあってですね、正直驚きました。家の中でね、普段使いするにはね、非常にいい音質そして装着感かと思います。ということで、最初聞くとですね、これまで結構妥協して音質を諦めていた他のこういった独立式のね、イヤホン聞かれた方は驚くかなと思います。ということで、今回ですね、こちらドドクールさんから発売されています左右独立式の防水 IPX5 の性能を持ったイヤホン、型番が DA144 というモデル、ご紹介いたしました。ケースに入れてお手軽充電というわけにはいきませんけれども、6時間持つということですので、逆にこれまでの Bluetooth イヤホンと同じような使い方ですね、することができるかと思います。このように2つに分かれたケーブルも付属していますので、片方充電するときにはもう片方充電はこのようにですね、2本に分離した充電ケーブルが付属していますので、片方だけ充電してしまったということもね、少なくなるかなと思います。ちょっとね、こちら日本では使えなさそうな気配もありますので、そのあたりはね、残念なんですけれども、物としてはね、非常に良い Bluetooth イヤホンかなと思います。ということで、今回はドドクールの Bluetooth イヤホンをご紹介しました。今回も見てください。どうもありがとうございます。